先生の遺書77。私の座敷には控えの間というような余剰が付属していました。玄関を上がって私のいるところへ通ろうとするには、ぜひこの余剰を横切らなければならないのだから、実用の点から見ると至極不便な部屋でした。私はここへ計を入れたのです。もっとも最初は同じ8畳に2つ机を並べて次の間を共有にしておく考えだったのですが、 K は狭苦しくっても一人でいる方がいいと言って自分でそっちの方を選んだのです。前にも話した通り、奥さんは私のこの処置に対して初めは不賛成だったのです。下宿屋ならば一人より二人が便利だし、二人より三人が得になるけれども、商売でないのだからなるべくならよした方がいいというのです。私が決して世話の焼ける人でないから構うまいと言うと、世話は焼けないでも気心の知れない人は嫌だと答えるのです。それでは今厄介になっている私だって同じことではないかとなじると、私の気心は初めからよくわかっていると弁解してやまないのです。私は苦笑しました。すると奥さんはまた理屈の方向を変えます。そんな人を連れてくるのは私のために悪いからよせと言い直します。なぜ私のために悪いかと聞くと、今度は向こうで苦笑するのです。実を言うと、私だって強いて K と一緒にいる必要はなかったのです。けれども月々の費用を金の形で彼の前に並べてみせると、彼はきっとそれを受け取るときに躊躇するだろうと思ったのです。彼はそれほど独立心の強い男でした。だから私は彼を私の家へ置いて、二人前の食料を彼の知らない間にそっと奥さんの手に渡そうとしたのです。しかし私は K の経済問題について一言も奥さんに打ち明ける気はありませんでした。私はただ K の健康についてうんぬんしました。一人で置くとますます人間が偏屈になるばかりだからと言いました。それに付け足して K が陽花と折り合いの悪かったことや実家と離れてしまったことやいろいろ話して聞かせました。私は溺れかかった人を抱いて自分の熱を向こうに移してやる覚悟で K を引き取るのだと告げました。そのつもりで温かい面倒を見てやってくれと奥さんにもお嬢さんにも頼みました。私はここまで来てようよう奥さんを説き伏せたのです。しかし私から何にも聞かない K はこの顛末をまるで知らずにいました。私もかえってそれを満足に思ってのっそり引き移ってきた K を知らん顔で迎えました。奥さんとお嬢さんは親切に彼の荷物を片付ける世話や何かをしてくれました。すべてそれを私に対する好意から来たのだと解釈した私は心の内で喜びました。 K が相変わらずむっちりした様子をしているにもかかわらず、私が K に向かって新しい住まいの心持ちはどうだと聞いたときに、彼はただ一言悪くない
と言っただけでした。私から言わせれば悪くないどころではないのです。彼の今までいたところは北向きの湿っぽい匂いのする汚い部屋でした。食い物も部屋相応に粗末でした。私の家へ引き移った彼は幽谷から狂牧に移った趣があったくらいです。それをさほどに思う景色を見せないのは、一つは彼の強情から来ているのですが、一つは彼の主張からも出ているのです。仏教の教義で養われた彼は衣食住についてとかくの贅沢を言うのをあたかも不道徳のように考えていました。なまじ昔の高僧だとか僧徒だとかの伝を読んだ彼には、ややともすると精神と肉体とを切り離したがる癖がありました。肉を鞭撻すれば霊の好奇が増すように感ずる場合さえあったのかもしれません。私はなるべく彼に逆らわない方針を取りました。私は氷を日向へ出して溶かす工夫をしたのです。今に溶けて温かい水になれば自分で自分に気がつく時期が来るに違いないと思ったのです。